こんにちは。シティプロモーション課広報校長担当小鈴木です。今回は広報富士令和3年9月5日号について紹介します。今回の表紙は8月17日に毘沙門天妙法寺で行われた東京2020パラリンピック聖火リレー聖火フェスティバル富士市採火式の様子です。当日は戦いの神として知られる毘沙門天のもと火の祈祷が行われ、富士の日としてランタンに灯されました。この日は静岡県の集火式を経て東京に運ばれました。今回の広報富士では、富士市地域産業支援センターオープン、令和4年度幼稚園、保育園、認定こども園などの入園申し込み、子どもの権利、結婚新生活支援補助金などについて紹介しています。広報富士は市内全国配布のほか、富士市役所や各地区まちづくりセンターなど市内公共施設、一部コンビニエンスストアで配布しており、市ウェブサイトからもご覧いただけます。最後に今回の広報富士で紹介できなかった写真を一部ですがご覧ください。どうぞ。